力ですね、それは。惜しい、あと一歩でしたね、レイノちゃん。っていうか、いくら暇だからって神経衰弱は地味すぎない？年頃の女の子が何人も集まってるんだから、もっと甘いお話とか。どうほう。そんな暇を持て余し系を止めずに、いい提案があるのですよ。あらあら、ナルさんは今日も元気で立派ですね。で、提案って何なの？普段はそれぞれにマスターを愛する者としていがみ合ってるナルたちですが、それより先に警戒すべきデンコがいることに気づいたのです。いがみ合っていましたっけ？はぁ、まったくもう。バカなこと言ってないで一緒にトランプしない？そんなことしなくてもマスターの心はレイナのものだし。警戒すべき相手、その名はマリカ。乗った。え、そういう流れでしたか？こんな速度で乗ってこられるとは正直思ってなかったですね。確かにマリカのことは怪しいと思ってたのよ。妙に外出が多いし、それでいて秘密主義だし、何よりマスターを誘惑するし。ナルもマスターのことは誘惑してるですもん。ナルの誘惑コントショー、エッタのナルト海峡とは格が違うの。ガガガガ。でもマリカさんを警戒すると言っても一体どうやって？そうですよ、マリカさんはきちんと伝子としての務めを果たしてくださっていますし、あのアタッシュケースの中身知りたいと思わない？おお、あのマリカさんがいつも持っているケースですか？中身を見せていただいたことはありませんね。聞いても断られてしまうようで。ね、気になるでしょ？何より伝子がマスターに隠し事なんてダメだと思わない？そこまで悪いことだとは思いませんが、確かに伝子はマスターをお助けするべき存在ですから。ご主人様に知られたくないようなことをこっそりやっているのなら、それは確かに問題かも。決まりね。よし、マリカの弱みを握じゃなくて秘密を暴いてやろうじゃないの。そういえばこの間渚ちゃんがマリカさんと釣りに行った時に。マリカさん、釣りするのですね。マリカさんのあのケースについて重大な情報を得たという噂を聞きましたよ。ナイス情報。ナル、いつまでショック受けてるの。行くよ。エンタムナルト海峡。マリカさんのアタッシュケースの中身？お、渚が知っていると。はい、そう伺いまして。現在渚は外出中、話は聞けないと思うけれど。そこをなんとか。気になって夜も10時間寝れてるです。結構眠れてますね。ああ、そういえばちょっと前に興奮気味に話してくれたかも。一体何なの？教えて。その時は私も歴史小説を徹夜して読んだ後だったから、うとうとしてて、うろ覚えなんだけど、確か半魚人。アタッシュケースの中身が半魚人？入るんですかね。そういう問題じゃないと思う。もう全然わかんないんだけど。
何よ。いいえ、エーノちゃん、ご主人様がいないときはまた別の可愛らしさがあるなと。はぁ、どういう意味を。確かにマスターの前だとぶってるですよね。ちょっと、そんなことないんだけど。確かにあの人の前だと普段より妖艶であるように努めている風にも見えますね。ちょっとナルがマスターだと思っていつものやつやってみるですよ。ほれほれ。なんでそんなことしなきゃいけないわけ。それよりアタッシュケースの中身について。おっと、打ってないんですよね。だったらやっても恥ずかしくないんじゃないですか。ちょっと顔貸しなさい。あ、マスターはレーヌのもの誰にも渡したりしないんだから。あらあら、素敵です。ぶってる、やっぱりぶってるですよ。こいつ全然違う。もう終わり、この話題終わり。はい。それより半魚人ってマリカのことだからなんかの暗号なのかもしれないじゃない。あら、暗号ですか。半魚人が何か別のものを示していると。半魚人というと半分が魚で半分が人間の架空の生き物のことですけれど。はっ、ピンときたです。つまりマリカは半分が魚で半分がデンコなのですよ。はあ、半分が魚だから定期的に水をかぶらないと体が乾燥してしまうのです。そのための水をあのケースの中に隠してるですよ。突っ込みたいところはいろいろあるけど、それ暗号でも何でもなくない？ドストレートじゃん。鋭いですね。いえ、案外的を射ているかもしれません。え、ゆかりまでおかしくなった。まあお聞きください。半分魚で半分人間、これはつまり半分が何か別の存在で、もう半分は我々デンコ側だということを表しています。では秘密主義のマリカさんが暗号を使ってまで隠したい別の存在とは何か。それは IKS ではないでしょうか。そんな IKS って何ですっけ。あんたね、 IKS とは誰です。未来の鉄道を滅ぼそうと画策するダッシャー協会の敵。そうよね、お姉さんが半分 IKS の、つまりスパイだって言いたいのかしら。お姉さんが半分 IKS の、つまりスパイだって言いたいのかしら。行く！マリカ！どうしたの？奇遇だね。それじゃあ私はこの辺りで。私もこの辺りで。ちょっと！急に他人のふりするのはやめるですよ。特にゆかりはさっきかなり率先してマリカスパイ説を提唱してたですよね。お味噌汁吹きこぼれてしまってないかしら。こらー。あらあら、お姉さんちっとも怒ってないのよ。だって本当のことだもの。え、ねえレーノ、あなたいつも言ってたわよね、マスターに近づくなら容赦しない。勘のいいあなたのこと気に入ってたのよ。でも残念、気づいてしまったら始末するしかないもの。え、マリカ、嘘だよね。
そです。はい、ごめんなさい、ミナタちゃんが変なこと言ったみたいで。妹たちがごめんなさい。え、海系三姉妹。あのね、渚姉はちゃんと説明してくれてたんだけど、私がしっかり聞けてなかったみたい。寝ぼけてるミナトちゃんに長々と話した私も悪いです。ごめんなさい。半魚人単体は不正確。本来の内容は、渚が巨大魚に釣り竿を取られて困っていた時、マリカがアタッシュケースで波乗りをし竿を拾ってきてくれた。波を軽々と乗りこなす様はまるで半魚人のようでかっこよかった。というわけなのよ。いや、それも大概意味不明ですけどね。何なんですか、半魚人みたいでかっこいいという例え。でもまさか半魚人なんて意味不明なワード一つからスパイ説にまで発展するとは思ってなかったわ。そうですね。もともと信頼がないってことなのかしら。お姉さん傷ついちゃう。申し訳ありませんでした、私ったら勝手なことを。冗談よ。そうね、夕ご飯お姉さんの好きなメニューにしてくれたら許してあげる。夕ご飯のメニューですか。そういえば今日の夕ご飯担当ってレイノちゃんたちでしたよね。今何時でしたっけ。ゲゲ、もう準備を始めないとです。マリカ、何が食べたいですか。どうしようかしら。せっかくだしお魚にしようかな。お魚ですね。確か先日渚ちゃんが釣ってきてくれたのがまだ冷凍であったはず。冷凍なら煮付けとかもいいですね。でも結局マリカさんのアタッシュケースの中身は分かりませんでしたね。あら、知りたいの。ええ、私欲張りな女なので。じゃあお姉さんも秘密主義な女だから秘密にしちゃう。あら、そう言われてしまったら仕方ないですね。それじゃあまずはお料理に集中することにしましょう。楽しみにしてるわ。